Хайнео! ナスターシャはいるんだね。あら、ここにいるさ。すまんな。話でもしようじゃねえか。俺もおめえがこのペ
テルスブルグへ来たらあのホテルへ落ち着くだろうと思って俺は家帰った時もしかして今頃お前も同じように俺を待ちながら座ってるかもしれねえそんなこと考えてた私は一体どこにいるんだあそこだ寝てるのかい行ってみるか一人で来な ここは暗いね見えるさ僕にはどうも見えないがあれはベッドだねそばに行ってみな ああ おめえやけに揺れてるじゃねえか前に人体の具合を悪くした時と同じみてえだぜそら息子だっただろうそれでも何かまた発作の起こる印かそうなったら俺は一体どうしていいかよく分かんねえよあれは君がやったんだねパルメ俺さだからおめえのその持病の転換でも起こしてでっかい声でも出したらここに人がいるってことはバレちまうだろみんな、俺はうちにいねえもんだと思ってるんだからなちょっと待って、パルメじゃあさっき、門番にも女中にもナスターシャが止まらなかったのかって聞いてみたんだけどみんな知ってるのかいおめえが聞いてもらったのは知ってるさだから、俺あいつらにこう言ったんだ昨夜ナスターシャのやつがやったがそなしてすぐモスカへ立っちまったここには10分しかいなかったってなだから、俺たちが止まったなんてことは誰も知らねえんだ誰も知ってるはずがねえおい君一体これからどうするつもりなんだよパルフェどうも面食らっちまうなおめえのその振りやったらどうだよいいかここにはなここに泊まって二人で夜明かすんだベッドはあれしかねえからよいいこと考えついたんだソファーからクッション外してあのカーテンの前に二人分並べて敷いて一緒に寝ようや、うん、なっなぜって考えてもいいな人が相手に探したらあれはすぐ見つかって担ぎ出されちまうそして俺は取り調べを受けて俺の仕業だってだから今夜だけはあれは俺たちのそばに寝かしておこう二人のそばによ俺とおめえのそばによそうしようそうしようどうしたい立てねえのかよ私が言うことを聞かないんだつまり恐ろしいからなんだそれは自分でもよく分かってる怖いのがやんだら立てるよああじゃあもう寝るといいや、うん、俺も一緒に寝るからよ、うん、
死ぬよな。あいつを担ぎ出させたり死ぬんだよな。自首なんかしない。担ぎに出させたりなんかしないよ。よし、俺も腹を決めたぞ。どんなことがあってもあいつを誰にも渡しゃ死ねんだ。ちょっと静かに、このまま夜を明かそうじゃねえか。けどよ、一つ心配なのよ。今日は矢にムンムンするから、匂いが出やしねえかってことなんだ。おめえ、匂いがするか？するかもしれないけど、僕わからない。明日の朝になったらきっとするんだろう。ちっと寝ている。朝になって明かりがさしたら見てみな。分からねえんだ。分からねえことばかりだよ。いろいろ聞きてんだよ。ひでえ暑さだろ。これじゃ匂い出すに決まってるよ。かといって窓開けるわけにはいかねえしな。おふくろんとこによ、鉢植えの花があるんだ。そりゃたくさんの花でめっぽういい匂いがするんだ。花ですっかりあいつの体を埋めてしまったのはどうかな。しかし考えてみるとかわいそうだな。花の中なんかで。僕はこっちへ来てからすっかり勝手が違うんだ。よくロシア語を忘れなかったって自分でもびっくりしているくらいだよ。僕は前のここのことはよく知らなかったけれども、近頃では何でもかんでも新しいことが増えて、以前のことを知っていた人でももう一度新しく勉強し直してるんじゃないか。僕が変わってほしくないと思うのは、ロシアには死刑がないっていうことなんだよ。へえ、あっちにあるのか。あるよ。僕はフランスで見た。首をくくるのか。うん。フランスでは何でもかんでもこう首を切るんだ。わめくのか。とんでもない。ほんの一瞬のことなんだよ。罪人を据えるとこんな大きな包丁が機械仕掛けでさっとこう落ちてくるんだ。ギロチンって言ってるけどね、重くどっしりしたものだよ。瞬きする間もなく首が消し飛んでしまうんだ。しかしそこへ行くまでが辛いんだろう。宣告が読み上げられて、いろいろ支度があって、罪人は縛られて死刑台へ上げられるんだ。大勢人がやってくるんだよ。中には女までいるんだからね。いや、女はそんなものを見るのは嫌がるけどね。女なんかの見るもんじゃねえや。もちろんだよ、もちろんだよ。あんなむごたらしいこと、僕はずっと以前にあれを見たんだけれども、
今でもありありと目の前に浮かんでくるくらいなんだよ。5回にも夢に見たくらいなんだ。殺すことなかれとは聖書にもちゃんと書いてある。それなのに人が人を殺したからってその人までも殺すっていう法はないんだけどよ。死ぬ時の苦しみの少ねえだけまだしもじゃねえか。いや、だけど僕はこう思うんだ。かえってそれがいけないんじゃないかしらってね。例えば拷問ってやつを考えてごらん。これは体に傷をつけられたりなんかするのがとても苦しいんだ。だから体の苦しみが心の苦しみを紛らわせてくれる、いわゆる体の苦しみが沈むまで続くだけなんだ。でも本当の苦しみってのはおそらくこういうことじゃないと思うよ。あと1時間経ったら、10分経ったら、30秒したら、魂が体から抜け出して自分が人間でなくなるということを確実に知った時のその気持ちなんだ。この確実にっていう点が大切なことなんだよ。刃の下に頭をこう出す。そうするとその刃が頭の上をさーっとこう落ちてくる。4分の1秒引くのが何をも増して恐ろしいんだ。いや、これは僕の空想じゃないんだよ。いろんな人からそれを聞かされて、心底僕はそれを信じるから君に話すよ。殺人の罪でその人を殺すのは当の犯罪とは釣り合いの取れないほど重い刑罰なんだよ。死刑の宣告を読み上げてから人間を殺すっていうのは強盗の殺人なんかとは比べ物にならないほど恐ろしいことなんだ。例えば夜森のどこかで強盗に切られて死ぬ人は最後の最後まで何か生きる望みを持っているよ。喉をかき切られていながら最後の最後まで生きる望みを抱いて逃げるか助けを呼ぶかなんだ。この最後の生きる望みを持っている、希望を持っていれば10倍も安らかに死ねるだろうに、そいつを死刑の宣告を読み上げられたということで確実に奪ってしまうことなんだよ。宣告を読み上げられる。そうするともう絶対に逃れようがない。こう思うところに恐ろしい苦痛があるんだよ。世の中にこれ以上恐ろしい苦痛はありはしまい、気も狂わずにこれを耐えることができるのが人間だなんて誰がそんなこと言ったんだろう。誰がそんなでたらめで間違った意味のない抽象するんだろう。ことによったら宣告を読み上げられて散々苦しめられた国にさあお前は許してやるから出ていけって言われた人があったとしたらこう言って話して聞かせてくれると思うよ。この苦しみ、この恐ろしさについてはイエス・キリストも言っておられるけれども、どうあっても人間をこんなふうに扱う方はないって。じゃあまた外国へでも行くのかい。おめえ覚えてるか、去年の秋おめえと初めて会った時のことよ。プスコからの汽車の中でな、俺は家へ帰るとこでお前はマントにくるまって妙なゲートの付きの靴愛したっけな。寒そうだな。ええ、とても。これが、雪解けの日和なんですからね。もし大寒の日だったらどうでしょう。僕はロシアがこんなに寒いとは思っていませんでした。すっかり忘れていたんです。外国帰りかい。ええ、スイスから。スイス、そいつは大変だ。僕は病気のせいで外国へやられていたんです。一種不思議な神経病で。で、治ったのかい。いえ、治りませんでした。大方つまらねえことに財布を与えちまったんだろう。こっちの連中のが金のありがたみを知ってると思うがな。いえ、僕の場合は違うと思います。他の人のことはよく分かりませんけれど、僕の主治医は
なけなしの金を割いて旅費を出してくれたんです。向こうにいる2年間の間も自費で賄ってくれたんですから。じゃあ何かい、こっちでは誰も払い手がなかったってことかい。桃園にあたるエパンチン将軍夫人に手紙を出したんですが返事がもらえなかったんです。まあそういう事情で僕はこうして帰ってきているんです。じゃあ何かい、また切手代に無駄な金を使いなしちまったってわけだ。しかしよ、あんた近頃珍しく純朴で正直なお人だ。それだけでも感心だよ。で、あんたの名前は？レフ・ニコライビッチ・ムイシキン公爵。ムイシキン公爵？レフ・ニコライビッチ、聞いたことがねえな。ムイシキン公爵は僕の他にロシアには誰もいません。おそらく僕が最後の一人だろうと思われます。あんた向こうで学問習ってきたか？はい、習いました。ほら、今まで何も習ったことはねえんだ。いえ、僕だってほんの少しかじっただけなんですよ。僕は病気のせいで系統的に教育を受ける力のないものとされてしまっていたんですから。ラゴージン知ってるか？いえ、知りません。僕はロシアには知人といっては一人もいないと言ってもいいくらいなんです。で、あなたがそのラゴージン？ああ、パルフェンだよ。ああ、俺の親父はよ、一月前250万ルーブルを残して死んじまった。亡き人に公正安楽を授けたまえ。親父あの時俺のことを半殺しの目に遭わせやがった。公爵、信じねえかもしれねえがな、あの時逃げ出していなかったら殺されていたに違いない。きっとね。それは何かであなたがお父さんをひどく怒らせたんでしょ？ああ、親父が怒るのも当たり前だったかもしれねえな。俺がナスターシャ・フィリッポバナのことで親父の機嫌を損じたな、間違いねえんだからな。そのナスタシャ・フィリップ・オブナーのことで、てめえなんか知ったこっちゃねえ。ナスタシャ・フィリップ・オブナこれは素晴らしい顔ですよ。この人の運命は並外れたものだと僕は信じます。顔はなんだか楽しそうに見えますけれど、この人は実際は非常に苦労した人なんでしょうね。この目がちゃんとものを言っています。それから二つの小さな骨、目の下、頬にある二つの小さな点でもよくわかります。ああ、この顔はプライドに満ちた顔ですね。この人はいい人でしょうか？いい人だったらな。それなら全てが救われるんだけど。ほらよ。
ちょうどその時、親父の着古したオーバー着て通りを突っ切ろうとしていたのさ。すると、ちょうど彼女が店から出てきて馬車に乗ろうとしてるじゃねえか。俺その時、身が焼かれる気がしたよ。ちょうどそこへザルヨジェフのやつが来た。やつが言うには、あれはお前なんぞの相手じゃねえ。あれはいわば公爵家の浮方だ。ナスタシャ・フィリッポバナってんだ。名字はバレシコバ。俺その晩、まんじりともしなかったぜ。あくる日の朝だ。親父のやつが5000ルーブルの債券を2枚俺に渡して、これを売ってこい。そして7500ルーブルをアンドレイさんの事務所へ支払ったら、どこへもやらずまっすぐ帰ってこい。待ってるからな。こうだ。俺は債券を売ったが、アンドレイフの事務所へなんか寄りゃしねえ。まっすぐイギリスへ飛び込んで、イヤリングを買ったんだ。両方にダイヤがついてるんだ。こんなくるみくらいの大きさのあるやつよ。俺はその後、無我夢中でどこをどう歩いたか、何を見たのか軽くし覚えちゃねえ。向こうへ着いたら、まっすぐ広間へ通された。女王様本自らお出ましってわけだ。私はパルフェン・ラゴージンという者です。昨日目にかかった印に、どうかこいつを納め願いたい。ご親切なお心遣い、誠にありがとうございます、パルフェン・ラゴージン様。俺はなんでその場で死んじまえなかったんだ。うちの親父は1万ルーブルどころか10ルーブルのことでさえ一人あの家を送りかねなかったからな。ザレオジェフのおしゃべりで何もかも知れちまった。うちのごまし親父がナスターシャのとこ行って地べたに頭をすりつけながら泣き泣き頼んだってじゃねえか。さあヒゲじいさん、これがお前さんの耳飾りよ。あのパルフェンさんがそんな思いまでしてこの耳飾りを手に入れたということが分かったら、これが10倍もありがたいものに思えてきたね。パルフェンさんによろしくお礼を言ってちょうだい。公爵、俺はなんだかおめえのことが好きになっちまったようだ。こんな時に出会ったからかもしれねえがよ。よ、公爵、俺んち来な。どのポケットもいっぱいになるぐらい金を詰め込んでやるよ。そして一緒にナスターシャ・フィリッポ・バナのとこ行こう。どうだ、来るかい。それは喜んで伺います。そしてあなたが私を好きになってくださったことに対して心から感謝いたします。実は打ち明けて言いますと、僕もあなたがとても気に入ってしまったんです。その陰気な顔をしておられるなと思いながらも。よ、公爵、おめえ女はかなり好きな方か。いや、先にちょっと聞かせてくれ。その あなたはご存じないかもしれませんけれど、僕は
その病気のせいで女というものを知らないんですそれじゃまるで修道士みたいなもんじゃねえかおめえみたいな人間はな、神様が可愛がってくださるもんだよ。そうさ、おめえみたいな人間を神様が可愛がってくださるんだよ。パルフェン、僕なんだか悪いとこを嫌わしたようだね。なんなら僕も帰るよ。そんなことはねえよ。ちょうどいい時に来た。なんだとめえ、そんなに穴のあくほど人の顔じろじろ見てるんだよ。汽車から降りた時に僕のことを見ていた二つの目が、今君が後ろから見ていた目つきにそっくりだったんだよ。へえ、そいつは一体誰の目だったんだろうかな。いや、その人混みの中だったからそんな気がしただけなのかもしれないよ。僕はこの頃よくそんなことがあるんだよ。パルフェン、僕は5年前によく発作を起こしていた時の体にだんだん戻ってきているような気がしてるんだよ。そんな気がするだけかもしれねえぜ。俺にはよくわからねえよ。僕は本当に信じられないよ。いよいよこのうちにおつくことにしたんだね。ああ、これが俺のうちだ。他に行くところがあるかい。ずいぶん長いこと会わなかったね。君についてはいろいろな噂があるよ。これが君がしたことだろうかと思うような噂が。世間の奴らは何とでも言うさ。ここは暗いね。それに、なんだか君まで行きそうに見えるよ。ああ、あれが君のお父さんだね。ああ、いつか俺のことは半殺しの目に遭わせやがって。亡き人に、後世安楽を授けたまえ。お父さんは宗教派じゃなかったんだろうね。いや、違う。しかし、教会は通ってた。宗教派の方にちとは道理があるとは言ってたがな、ここはな、親父の書斎だったんだ。しかしおめえ、何だってそんなこと聞くんだよ。おめえ、宗教派なのかい。君、結婚の式をここであげるつもり？ああ、ここだよ。もうすぐ。おめえも知ってるじゃねえか。俺の考えで決まるこっちゃあるまいし。僕は君の敵じゃないから、
何事にしても君の邪魔をしようという気は毛頭ないんだ。でもこれは前にも一度同じような場合に言ったことなんだけれども、もう一度はっきり断言しておくよ。僕は君の結婚の支度がモスクワで進んでいる時も君の邪魔をしなかった。これは君だって分かっていてくれるね。はじめあの人は僕のところへ身を投じてきて助けてくれって言ったんだよ。これはあの人の言葉をそのまま言っているんだから、そのつもりで聞いてくれたまえ。そして今度は僕のところからあの人は逃げていった。それを君が探し出して結婚の運びをつけたんだね。ところが話に聞いてみると、あの人はまたぞろ君のところを逃げたっていうじゃないか。これは本当なんだね。そしてまたここでうまく折り合いがついたって話は、昨日君の以前からの友達から話を聞いたんだけれども、知りたければ言うけど、あのザリョーゼフさ、僕は君に対していつだって隠し事なんかしないのは君だってよく分かっていてくれるだろう。これは前にも言ったことなんだけれど、僕はあの人を恋で愛しているんじゃなくって、憐憫から愛している。僕はこの定義がぴったりだと思っているんだよ。君も僕の言葉がよく分かるって言ってくれたね。分かってくれたんでしょ。なんでそんな肉々しい目をして僕を睨むんだ。僕は君を安心させようと思ってここに来たんだよ。君は僕にとって大切な人だからね。僕は君が大好きなんだよ。もう僕帰るよ。さようなら。おとそばにいてくれ。ずいぶん長い間お目に合わなかったもんな。だよ。お前が目の前からいなくなると、お前のことが憎くてたまらなくなるんだよ。けどよ、こうして会ってると30分としねえうちに腹の虫が収まっちまう。そしてまたおめえのことが好きになっちまってる。もっとそばにいてくれよ。君は僕が目の前にいると信じてくれるのに、いなくなるとすぐに疑り出すんだね。君はお父さん似なんだね。こうやって話してるとよ、おめえの声を信じたくなってくるんだ。そりゃよ、俺がおめえと同じ種類の人間だと思ってるわけじゃねえけどよ。なんだってそんな余計なことを言うんだ。また癇癪が起こってきたんだね。これはどうしようもねえことなんだよ。俺たちに一切お構いなしで生まれてくるときに決められちまったことなんだからな。あの女が好きになるんだって、俺たちはやる口が丸口が一時が万事ってやつさ。おめえはかわいそうだから好きだっていうか、俺にはそんなもんこれっぽっちもねえんだよ。まったく、あの女には赤っ恥かかされたもんな。恥をかかされたって、君、何を。何よ。あいつがな、俺にモスクワでどんなことしたか、おめえ知ってるか。金をどれだけついとったことか。それなのにどうして君はあの人と結婚しようって気になるんだ。
僕はこの先どんなことになるか想像がつかないよ。いつかだ。もういつかまれんとこ行ってね。行ったっていつ機嫌が悪くなるかと思ってビクビクしてんだ。あれいつもこう言うんだ。私はまだ誰のものでもない。私は私だけのもの。その気にさえなればあんた追っ払っていつでも外国へ行きますってな。かと思うと俺をからかってばかりいる時がある。あいつは俺の顔見てるとおかしくてたまらねえらしいんだよ。そうかと思うと眉を八の字にして一言も口を聞かない。これが俺に恐ろしいんだ。一度こんなことがあったっけ。どんな贅沢な暮らしをしてきたあいつでもまだ見たことがねえだろって勝利を持ってったらさっさと母ちゃんという駒遣いにくれちまった。結婚式をいつにするかってことだってお首も出しゃしやがらねえ。花嫁のとこに出かけていくのを怖がる花婿かどこの世界にあるってんだ。ああ、けどよ、俺はあいつに会いたくなるとな、あいつのうちにそっと忍んでいくんだ。そして門のそばで夜明けまであいつのことを見張ってるんだよ。いつのなんぞよ、あいつを捕まえて行ったことあるんだよ。おめえ今に俺と結婚して仇のうちに入ろうってのに今の暮らしぶりは何だ。少しは考えろこのバイタ。君、そんなことあの人に言ったのか。言ってやったよ。おやすみ、おやすみ。もうみんな帰っていいわ。おやすみ。楽しかったか。パールくん、私はもうあんたを召使いだってしたくないわ。まして私があんたの妻になるなんて。ほら、ここから出てきゃしねえぞ。どうで落ちてく先分かってんだ。もう怖いもんなかあれしねえんだ。じゃあ私は先に横になるわ。でも寝室のドアに鍵なんてかけておきゃしませんよ。これで私があんたのことを少しも怖がってないってことがわかるでしょ。あんた、お茶を飲んだ？いや、飲まねえよ。気でも違ったの？じゃああんた上死にでもするつもり？勘弁してくれよ。許しはしないわ。私はもうあんたの妻なんかならないって言ったじゃないの。じゃああんたあそこに座って一晩中まんじりともしなかったってわけ？ああ、寝なかった。あんたって人はなんてお利口さんなんでしょう。じゃあお茶を飲むのも食事をするのも嫌だってわけね。嫌だって言ったじゃねえかよ。よ、もう勘弁してくれよ。柄にもないことするんじゃなくてよ。まるで馬の鞍を乗せられた牛みたいじゃないの。第一、あんたって人は何を考えているの。おめえが俺のそばを通るとき、じっとおめえを眺めてるんだよ。おめえの服がよ、シュシュッとなると、ほら心臓が止まっちまいそうになるんだよ。おめえが部屋から出ていくと、おめえの言った一言一言を思い出してみるんだよ。
どんなふうにどんな声で言ったかまずね。有名なんざよ。何も考えずおめえの寝息ばかり聞いてた。じゃああんた私をぶったことを考えもしなければ思い出しもしなかったってわけね。いや考えてるかもしれねえけどよ、分かんねえんだよ。じゃあ私がそのことをどこまでも許さないであんたの妻にならないと言ったらどうするの。見投げして死ぬんだ。その前にあんたが私を殺すんでしょうね。誰でも彼でも私に値段をつけて私の価値を決めるの。でもあの人は違うわ。あの人は私を一目見ただけで私のことを信じてくれた。だから私もあの人を信じることができるんだわ。私あんたの妻になるわ。でもね、何もあんたが怖いからじゃなくてよ、どうで先の知れた体ですもの、どこ行ったっていいことなんかありゃしないわ。まあそこに座って落ち着いていなさい。今食事を持ってくるわ。私あんたと一緒になると言ったからにはあんたの貞淑な妻なんですからね。疑うことなんかありゃしないわ。あんたはやっぱり下男じゃなかったのね。私は以前はあんたがおあつらい向きの下男かと思っていたの。公爵、おめえはこれをどう思う？楽夫人、ナスターシャは本当に君のところにいるのかい？俺んとこだ。私は一体どこにいるんだい？あそこだ。寝てるのかい？じゃあ行ってみるか。おめえ一人で行きな。
ここは暗いね。見えるさ。僕にはどうも見えないが、あれはベッドだね。もっとそばに行ってみな。ナスターシャさん、僕はどこかで。あなたに出会っているような気がするんです。どこで、どこで。写真と、それから、それから、それから。僕は、あなたのその目にどこかで出会っているような気がするんですが、もしかしたらそれは、夢だったのかもしれません。公爵、おめえはこれをどう思う？自分ではどう考えているの？俺が何を考えてるってんだよ。僕はどんなことがあっても君の邪魔はしたくないと思っているんだよ。もう許してくれ。何だとおめえは俺に譲ろうとするんだよ。それとも何かい、おめえの声はすっかり冷めちまったのかい。あれのことで塞いでばかりいたじゃねえか。知ってるぞ。今度だってキチゲみてにこのペテルスブルクへ駆けつけたじゃねえか。レンビンってやらのためだけかい。君は僕が騙しているとでも思うの？信じてるよ。けどな、俺には何が何だかさっぱりわかんねえんだよ。一番確かなのはおめえのそのレンビンってやらの方が俺の声よりも強いってことだ。だって君の恋は憎しみと少しも区別がつかないんだものね。だからその恋の方がなくなったらもっと恐ろしいことがやってくるかもしれない。パルフェ、僕は君にそうはっきり断言しておくよ。俺があいつを殺すってんだな。君は現在の恋のために、現在受けている苦しみのために、あの人を無性に憎み出しているんだ。実際あの人が君とまたしても結婚しようって気持ちになったのが僕にとっては何よりも不思議でたまらない。昨日初めて聞いた時にはほとんど信じられなかった。とても嫌な気分だったんだ。事実あの人は結婚の間際になって君を嫌って二度までも君のところを逃げ出したんだよ。あの人だってきっと何か虫が知らしたに違いないんだ。実際あの人は君の何を求めて君と一緒になろうって考えているんだろうか。
あの人にとってどんな男でも君よりマシに違いないんだもん。だってなぜって、その君はもうほとんどあの人を殺しかねないんだからね。きっとあの人も今はそのことを察しているだろう。君は本当にあの人を愛しているのかい？いや、世間にはその変わった恋を好む女ってのもいてね。そのあの人は実際にそういう恋を好んでいるのかもしれないけど。おめえ、親父ね見て笑ったのか。僕が何を笑ったかって？いえね、僕はこう考えたんだよ。君はこの恋がなかったら、この事件が起こらなかったら、君はこのお父さんと寸分たがわぬ人生を送ったろうってね。それもごく近いうちにね。おとなしい無口な奥さんとたった二人、この部屋にじっと座って、時たま出す言葉も四角張って、誰一人信用せず、いや、そんな必要もなく、ただ黙って難しい顔をしてお金ばかり貯め込んでいたろうってね。あいつもこの絵を見たとき、今とそっくり同じことを言ったっけ。不思議だな。おめえたちは何から何までそっくりだ。それじゃあ、あの人は一度ここの家に来たことがあるのかい？ある。ねえ、パルフェン、あんたもやっぱりこのお父さんと同じような人生を送ったんでしょうね。なぜって、あんたもやっぱり欲が深いからだわ。何でもかんでも気違いじみたところまで持っていかなくちゃ気が済まないんだから。俺はよ、結婚式までにこの家をすっかり建て替えて手入れする。なんなら新しい家買ってもいいや。うん、いいの、いいのよ。このままで暮らしましょう。私、あんたの奥さんになるんだから、あんたのお母さんのそばにいたいの。ねえ、会わせて。おふくろはよ、2年越しの病で半分はほのようになってるんだ。ああ、親父が死んでから何のことはねえ。赤ん坊さ、じっと座ったまま人の顔さえ見りゃお辞儀ばかりしてる。おっかさん、この人はな、俺の嫁さんになってくれやってんだ。おっかさん、祝福してくんな。お母さんってきっといろいろな悲しみに遭ってきたんでしょうね。
あんた、ソビエフのロシアの歴史を読み始めたのね。いいことだわ。そのまま続けるといいわ。これからあんたがどんな本を読んだらいいか、私が選んであげる。どう？いや。あいつがあんなふうな言い方したことは今まで一度もなかったんだ。俺はその時初めて人らしいほっとした気持ちになれたんだ。それは本当に素晴らしいよ、パルペン。とてもいいことだよ。もしかしたら神様が君たち二人のことをうまく収めてくださるのかもしれないよ。そんなこと今日ありゃしねえ。もし君があの人を本当に愛しているんだったら、何とかしてあの人から尊敬されるような人間になりたいと思わない？そういう考えさえあれば、何もそんなに落胆するには及ばないよ。君は何でもかんでも疑り深くて嫉妬心が強いから、悪い方にばかり誇張して考えるんだけれども、その実際君が言うように、あの人は君のことをそんなに悪く思ってやしないよ。でなかったら、あの人が君と結婚することは自分からわざわざ好んで水の中に飛び込むか、白羽の舌をくぐるのと同じことだよ。そんなことってあるかい？誰が自分から好んで水の中に飛び込んだり白羽の舌をく、どうしてそんな目をして僕を睨むんだ。水の中か、白羽の下か。あの女がな、あれが俺んとこへ来ようってのはな、俺がその白羽を隠し持ってることを知ってるからなんだよ。おめえ本当に気がつかなかったのか？何のこと、それ？お前本当に知らなかったのか？人がおめえのことあれだって言うはずだぜ。あいつはな、今他の男に惚れてんだよ。俺があいつに惚れてるのと同じぐらい。あいつはな、今その他の男に惚れてんだ。その他の男ってのはな、おめえって誰か知ってるか？おめえだよ。おい、それも知らなかったのか？さ、あの誕生日の夜からな、おめえに惚れ込んじまったんだよ。けどな、おめえと一緒になるわけにはいかねえ。なぜって考えてみな。そうなったらおめえの顔に泥塗っておめえの一生台無しにしまうと思ってんだからな。私がどんな女かってことは分かりきってるじゃありませんかって、何遍も何遍も自分の口から言ってるよ。つまりはな、おめえの顔に泥塗っておめえの一生台無しにしまうわけにいかねえが、俺なんざ大丈夫、構うことねえから一緒になっちまう。そんなふうにしかな、あいつ俺のこと考えてねえのさ。あいつは言ったんだよ、あんたんとこ行くな、水の中に飛び込むつもりで行くなよ、早く式を挙げましょう。そうわめきながら自分で式の日程を決めたんだよ。まったく、俺とどこがいなかったら、あいつはとっくに身を投げてしまったのよ。あいつが未だに身を投げずにいるのはな、この俺が、このラゴージンが水よりもまだ恐ろしいからなんだろう。俺と一緒になるってのもな、
それこそ絶望以外の何者でもねえのさ。君は何を。なんで芝居まで言っちまねえんだ。なんなら俺が代わりに言ってやろうか。おめえ今腹の中でこう思ってんだろ。こうなってしまってはこの男とあの人一緒にするわけにいかない。そんなことできるものか。何を考えてかちゃんと分かってる。それは嫉妬だよ。病気のせいでそんなふうに構えるんだよ。君は何でもかんでも物事を誇張して考えるからいけないんだけどね。どうしたの？知らん。僕はペテルスブルグに来る時からなんとなくムシムシがしたんだ。僕はここの土地へ来ることは気が進まなかった。僕はこの土地で会ったことをすっかり忘れてしまいたかった。無念だから切り取ってしまいたかったんだ。じゃあさようなら。どうしたの？知らんてば。君それでページでも切るの？ああ、ページは。これは庭作りのナイフじゃないか。庭作りのナイフでページ切っちゃならねえって方があるのかい。それにこれは真新しい。新しきゃどうしたってんだよ。今の俺に新しいナイフを買う金がねえとでも言うのか。一体二人してどうしたって言うんだろうね。堪忍してくれたまえ。君、僕はね、ついその頭がぼーっとしたりすると思っても見ないこと言ったりするんだよ。それにあの病気、僕はね、今みたいなこと言うつもりはなかったんです。それで何を言ったか覚えてないんだよ。ちょ、さよなら。だな、公爵おめえは。俺は全く面食らうことばかりだぜ。なぜ、どうして君は僕に対していつもそうやって腹を立てるんだ。だって君はもう心の底からよく分かってるじゃないか。今まで君が言ったり知ったりしたことはどれも本気じゃないって。それにね、君の考えてることは存在しないし存在するはずもないんだよ。一体何のために我々二人の間に憎しみが存在するんだろう。我々二人のって公爵、おめえに憎しみがあるのか。俺はおめえが嫌いだよ。おめえが子供がおもちゃ欲しがるのと同じさ。何が何でもそいつが欲しいってやつさ。それが何なのかまるっきり分かっちゃいねえんだ。お前は今まで俺を騙さなかった。それに俺はお前の言ったことは一言一言を信じてる。そのことはよく分かってんだよ。けどな、お前がそうだからってどうして俺までそうだと思うんだ。お前にナイフを振り上げたことについてはな、一度も後悔したことねえかもしれねえんだぜ。それにあの晩のことだってまるっきり別なこと考えて、あのことなんだ。考えることもできなかったって言うんだろ。それはそうだよ。そんなこと言っても僕はびっくりしやしないよ。それに君はあの時汽車に飛び乗って、人混みに紛れてあの人をつけ回して待ち伏せていたんだ。たった一つのことしか考えられなくなっていたんだ。そうでなかったら僕にナイフを振り上げることなんかできやしないよ。そしてね、あの人が僕を愛していて
君を愛していないという考えを君が捨てない限り、たとえ僕が天使みたいな純潔な存在であっても、君は僕が嫌でたまらない。つまり、嫉妬なんだよ。あ、でもね、僕はつい最近になってこんなことを考えたから、君に言ってみるよ。あの人はね、今誰よりも一番強く君のことを愛しているのかもしれない。で、その愛すれば愛するだけ、より一層強く君のことを苦しめるんだよ。でもね、あの人は君そんなことを言いやしないから、君の方でさしてあげなくちゃいけないよ。何のために君と結婚するかってことは、いずれあの人が君に話してくれだろう。でね、君は知らないかもしれないけどね、こんな風に愛されるのが好きな女ってのがいてね、あの人はつまりそうした性格なんだよ。君は知らないかもしれないけどね、女ってものは残忍な行為と霊障で男を苦しめて、少しも良心の呵責を受けずにいられるんだ。そのわけはね、心の中で今私はあの人を一番苦しめているけれど、後でもって愛をでもって取り返すからいいわってこう考えているんだよ。そんな話おめえには似合わねえよ。バルペン、実はね、僕明日が誕生日だったんだよ。でもかれこれ12時でしょ。だからうちへ行って一緒にその日を迎えよ。それでさ、うちにお酒があるからお酒でも飲んで、今僕が何を望んだらいいかわからないことを君に望んでもらいたいんだ。ぜひ君から望んでもらいたいんだ。で、僕も君にとって最上の幸福を望むよ。バルフェン、僕ね、君と一緒じゃなくちゃ新しい生活を迎える気持ちになれないんだよ。バルフェン、わかる？僕ね、新しい生活が始まったんだよ。ははは、始まったんだ。目に見えるようだぜ。あいつにもそう知らせてやろうぜ。公爵、おめえはまるで夢の中歩いてるみてえだぜ。いや、そっちじゃねえよ。こっちだ、こっち。忘れちゃった。そっちじゃねえよ、こっちだ、こっち。たくさんあったんだ。みんな親父が競りで1ルーブルか2ルーブルで買ってきたものなんだかな。親父は絵が大好きだったんだ。これはハンス・ホルバインの模写だね。僕はそんなにメッキじゃないけど、これは立派な模写らしい。僕はこの絵を一度外国で見たことがあるんだけれど、忘れらんないけど、どうして君この。公爵、おめえ神様信じるか。
どうしてそんなことを僕に聞くの？それに君の目つきったらないよ。俺はこの絵を見てるのは大好きだ。この絵を、この絵を見てるとね、中には信仰をなくすとさえあるっていうからね。まったくなくしちまうよ。なんだって？僕がちょっと冗談交じりに言ったことを君すぐ真に受けてさ、で僕が神様を信じるかなんてどうして君聞いたの？ちょっとその前から聞いてみてと思っただけだよ。だってよ、今時のやつら大抵信じてねえじゃねえか。なあ小尺、これは本当だろうか。ある男がな、酔った勢いで俺に言ったんだよ。このロシアにはよそのどの国よりも神様を信じねえ人間が多いって。だから俺たちはよその国の人間よりずっと楽だって。だってロシアはこの点じゃ世界で一番進んでるんだからなってな。じゃあもう僕帰るよ。さよなら。おう。今の信仰の話だけどね、僕はつい先週2日ばかりの間に3人の変わった人間に出くわしたよ。日が暮れて僕がある田舎の宿屋に泊まったんだ。そこでは前の晩に人殺しがあったばかりだと言うんで、僕が着いた時には誰も彼もその話で持ちきりだった。2人の百姓がいて、2人ともいい大人で前からの友達だったんだ。それでその晩お酒をやるでもなく、お茶を飲んで話し込んで同じ部屋に泊まったのさ。ところが片方の男が黄色い南京玉の紐のついた銀の時計を持っていた。2日ばかり前に片方の男はそれに気がついた。いや、その男は泥棒じゃないよ。むしろ正直なくらいだし、百姓としても貧しい方じゃなかった。ところがその男はその時計がぞっこん気に入り出すと見せられたようになったまま我慢がしきれなくなったんだ。相手の男が向こうを向いている隙に後ろからそっとナイフで持って狙いを定め、天を仰いで十字を切りながらある悲痛の祈りを捧げたそうだよ。神よ、イエス・キリストのために許したまえ。こう言うとね、相手の男を羊かなんかのように一刺して刺し殺して、その銀の時計を引き出したっていうよ。こんなおかしい話じゃねえよ。神様を信じねえやつがいるかと思えば、人を殺すのにも祈りを捧げるほど信心深いやつがいる。こんなおかしい話じゃねえよ。明くる朝、僕は町をぶらつこうと思って表へ出たんだ。すると木を敷いた歩道の上をボロボロの身なりをした酔っ払いの兵隊が歩いてきた。僕のところへフラフラっとやってきて、旦那様、銀の十字架を買っておくんなせ、たった20個ペイカでお譲りします、銀ですぜって言うんだ。見ると男の手の中には今胸から外したばかりの十字架がひどく使い古した水色のリボンのついたまま乗っかっていた。ところがそれは一目見ただけで間違いなく鈴だっていうことに気がつくんだ。ビザンチン風の模様のいっぱいある上下に短い腕着のついた大型のやつだった。僕はその場でその十字架を買って胸にかけた。するとその男は
間抜けな旦那を騙してやって満足という様子で自分の十字架を打ったお金を持って行って一杯引っ掛けに行ったんだよ。これは多分間違いのないことだ。そこで僕はロシアにやってきて以来どっと湧き起こった印象で胸がいっぱいになっていたんだ。以前はこのロシアという国がまるでスフィンクスみたいに口をきかないわけのわからない国だった。それで外国にいる間5年間この国に対して突拍子もない空想をたくましくしていたんだ。そこで僕は道すがら考えたんだ。いや、この男を責めるのは少々待たなくちゃいけないぞ。こういう酔っ払いの弱々しい男の心の中に含まれているものは、それは神様がよくご存知なのだからってね。パルフェン、君は僕に尋ねたね。それに対する僕の答えはこうだよ。宗教的感情の本質というものは、いかなる論証、いかなる過失や犯罪、いかなる無神論の尺度にも当てはまらない。こういうものの中には何か見当違いなところがある。またいつまでたっても見当が違う。それは永久に人々が無神論などとは滑っては外れ、永久に人々が間違った解釈をするようなあるものなんだ。しかしそのあるものがロシア人の心の中に一等多く見られるということなんだ。これが僕の結論だ。これこそが僕が我がロシアからつかむことのできる最も価値のある信念の一つなんだ。パルフェン、なすべきことは随分あるよ。このロシアの国にいてなすべきことは随分ある。僕の言葉を信じてくれたまえ。よくモスクワで落ち合って話し込んだ頃のことを思い出してくれたまえ。そして僕はまたこんなふうにしてこの土地へ戻ってこようとは思わなかったし、こんなふうにして君と巡り合おうとも思ってもいなかったんだけれど、でも仕方がないね。じゃあさようなら。元気でね。よ、レフ・ニコライビッチ、おめえ兵隊から買った十字架今持ってるか。ああ、今かけているよ。俺に見せてくれねえか。俺にくんねえか。なんで？だって君は。俺がかけたいんだよ。その代わり俺のはずすから、おめえかけな。ああ、取り替えっこしようってんだね。嬉しいよ。兄弟の誓いを立てよう。安心しねえ。十字架特会大将、決して時計のためにおめえを殺したりしやしねえさ。もしそれが決められた運命なら、おめえがあの女取りな。おめえの女だ。
おめえに譲った多幸人を忘れねえでくんな。入んなよ。よくあるんだ。
老人、ナスターシャは本当に君のところにいるのかい？ああ、俺のとこだ。どこにナスターシャがいるんだね。あれはここにいるさ。ナスターシャは一体どこにいるんだ。お前一人で来な。ここは暗いね。見えるさ。どうも見えないが、あれはベッドだね。もっとそばに行ってみろ。今夜はよ、あいつを俺たちのそばに置いとこ。二人のそばに、俺とおめえのそばに、俺とおめえのそばに置いとこうぜ。どうして、どうしたんだよ。どうして立てれるか。あいつ言うこと聞かない。つまり恐ろしいからなんだ。怖いのもやんなら勝てねえ。じゃあ寝るといいや。俺も一緒に寝るからよ。一緒に寝るぜ。自首なんかしない。担ぎ出させてるなんかしないよ。よし、俺も決めたぞ。そんなことがあってもあいつを担ぎ出させて死ねんだ。じっと静かによ。このまま夜明かそうじゃねえか。アルペン、アルペン、来たよ。来たよ。一つ心配なのよ。今日何もむするから匂いが出やしねえかってことなんだよな。あおめえ匂いがするか。おめえ匂いがするか。なあ、分からない、分からない。匂いがするもんな。
てる。ちっと寝てるよ。ちっと寝てる。ちっと寝てる。Ha ha ha!